히로 히로 탐대단. 覚悟はできてるか。とにかく最初の8週間がきついからな。ついてこれるのか。よろしくお願いします。俺はヒロシ、アメリカ空軍の特殊部隊 STT の訓練を受けている。 STT とは特殊戦術チーム、スペシャルタクティスチームのことで、空軍の中でも特殊作戦行動に特化した数少ない精鋭部隊のことだ。 最初に言っておけ。ついてこられないものはすぐに立ち去れ。 STT は1年半の過酷な訓練を受けるのだが、最初の体力訓練だけで約7割が脱落していく。そして俺もこれから地獄を体験することとなる。いいかお前ら、周りをよく見て俺の掛け声に合わせるんだ。行くぞ。おい、全然バラバラだぞ。 ヒロシもぼーっとしてないで、周りをよく見ろ。チーム全員の息が合うまでは何度も何度も何度もひたすら同じ訓練が繰り返されるのだ。もう一回、はい、アップ。よし、全員降りるんだ。<笑>やっと終わった。 丸一日中、灼熱の炎天下だろうが、教官が合格と認めるまでは、みんなで同じ訓練を延々と続ける。しかし、初日の訓練など、全体の 1% にも満たない。足を止めるな。はい、ワンツー、ワンツー。ここから鬼のような訓練が、朝から晩まで、約2ヶ月間も続くのだ。ね、足が、つりそうだ。ヒロシ、勝手に止めるな。ワンツー、ワンツー。くそ、限界だ。おい。 勝手にやめると、教官に怒鳴られるぞ。やっぱり俺には軍隊なんて無理だ。中には初日でギブアップする者も現れるほど、大げさに聞こえるかもしれないが、それだけこの訓練が過酷ということだ。今日はここまで。明日も朝5時、訓練場に全員集合だ。はい、解散。おい、ヒロシ。 大丈夫か？諦めたら終わりだぞ。こんなのまだまだ序の口だからな。ああ、でもやっぱり特殊部隊はすごいな。アメリカを守るためにはこれぐらい余裕でできないと。確かに国際テロ事件なんか普通の人間じゃ対処できないもんな。でも俺たちは戦争ばかりじゃないぞ。日本が津波で破壊された時も STT は宮城空港まで救助活動に行ったんだ。なんて重さだ。 この状態で歩けっていうのか。どうしたヒロシ、これくらい簡単に抱えてみろ。どんな時でも人命最優先だぞ。走れ走れ、もっと早く。現場じゃ1秒たりとも無駄にはできんぞ。怪我人や負傷兵などの救出を想定した訓練も行われるが、ひどく足腰にくれ。男を抱えるだけならば気合で、どうにかできる。これ以上にきついのが牽引訓練だ。体に重りをつけて地面を這いながら引っ張らなきゃいけない。全然進まねえ。くそ、重たい。タイヤ牽引なら自衛隊でもやってるけど、 タイヤの代わりに人間を使うなんて。しかも訓練は砂の上、通常の何倍も足腰に負担がかかるのだ。無理に引っ張ろうとするな。頭を使って効率よく地面に力を伝えるんだ。効率よく地面に。にしてもこの体勢きついな。どうしたヒロシ、ギブか。諦めるな。あとちょっとだ。頑張れ頑張れ。あと一歩。よっしゃ、着いた。 お疲れ。よく最後まで粘った。だが、休んでる暇はないぞ。次の訓練場まで移動だ。一体どこまで歩かされるんだ。俺たちは広い訓練場の中で、一日に何度も移動を繰り返す。だが、訓練直後の体では、ただの行進ですら、過酷な訓練と同じくらいきついのだ。 そして、ただの移動の中でも過酷な訓練は当たり前のように行われる。自動車を押しながら移動したり、ひたすら長距離の山道を歩幅前進で移動。もちろん重火器や重い荷物をまとった状態での移動が続く。そういえば、マイクとミシェル最近見ないな。あいつらもういないよ。過酷な訓練に絶望し、1ヶ月も経たないうちに約半数が脱落していくのが現状である。共に乗り越えた仲間も訓練が終わる前にチリチリになっていくのだ。よし、止まれ。ここからは、こいつ こいつを持ったまま移動してもらう。ガソリンタンクか。なんだこの重さ。こいつを床に置かないで運び切るんだ。落としたものはその場で腕立て30回。重い軍服をまとって大量の荷物を背負いながら、両手には全部で40キロ近い水。この状態で残り十数キロの道のりを進んでいく。
これはさすがにやばい。腕が引きちぎれそうだ。そしてその道のりは決して優しいものなはずがない。炎天下のグラウンドはもちろん、ジャングルの山道や沼地にも足を踏み入れる。うわあ、おい大丈夫か。傾斜の激しい山道では岩のように転げ落ち、沼地ではまって出てこられないものも多い。最後まで到達できずに脱落していくものばかりである。へばるなへばるな。残り1キロ、このまま全力疾走だ。正気か。うわー。そして俺たちは一人また一人と多くの同志たちを失いながら、1ヶ月にもわたる地獄の陸上訓練を終えた。ヒロシ、よくここまでついてきたな。だがここからは水中訓練だ。また違った地獄が味わえるぞ。津波や水没航空機からの救助活動など、水中活動も多い STT では高い水泳能力も求められるのだ。死ぬかと思った。実際の現場を想定しているため、もちろん水中用の作業着などではない。水分を吸収して重くなった軍服で泳ぐのは超至難の技である。数分泳いでいるだけで通常の数倍もの体力が一気に削られるのだ。加えて泳げるだけでは何の役にも立たない。どれだけ長い間、どれだけ深く潜って救助活動に当たれるかが重要である。息が持たない。やばし、もしヒロシ、おいヒロシ、大丈夫か。でもこれが実戦だったら誰も助けてはくれないからな。限界が来れば待っているのは死のみだ。どれだけ過酷なのかが分かっただろう。水中訓練中には溺れて死にかける者もたくさんいるんだ。だがこの訓練に耐えられるものじゃないと実際の作戦現場では使い物にならない。過酷な訓練の積み重ねのみで強靭な肉体と精神力を作り上げることができるのだ。こうして生まれた一握りの精鋭のみが特殊作戦チームに配属されることになる。アメリカの世界の平和のために陰で活躍する立派な兵士になれるのだ。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。